鳥羽で熱くなれ、府中の鉄火場、玉川競艇場。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。競馬、競輪、オートレース、競艇。日本では賭博は禁止されていますが、このように公営の賭博場があります。まあ駅前に行けばパチンコ屋も麻雀店もあるし、繁華街に行けば非合法な賭博場も複数あります。このように日本はギャンブル大国なんです。そして近々カジノができるんだから、日本人はギャンブル好きなんでしょう。そしてこの府中、ある種の大人のディズニーランドです。府中といえばギャンブルの街です。府中にいる人の約9割がギャンブラーと言っても間違いないくらい、賭場にアクセスしやすい環境なんです。なんてったって街の中心には競馬場があります。府中本町駅からも歩けるし、なんだったら京王競馬場線とかいう競馬場に行くためだけの路線があるんです。もうこれ、ほぼディズニーリゾートラインです。休日はすごい混むんでしょうね。今日は平日なので全く人がいません。一駅だけの区間しか乗れない電車。利用者は私と駅の清掃員の2人だけでした。東京競馬場は平日営業していない様子。入園できると思ったのですが無理なようです。もう雰囲気がディズニーランド。馬のマークかネズミのマークかの違いだけです。私が昨年末に勝負してドブに捨てたお金はこの高貴な柵の一部になっているのでしょうね。こちらは競馬場通り。府中刑務所の前は刑務所通りにしないくせに、競馬場前は競馬場通りにしちゃう府中市。一徳が競馬場通りってのも刑務所通りと大して変わらず民度は低いです。なんで週末しか競馬やらないんでしょうか。毎日開催、24時間開催で良いと思うんですよね。せっかくここまで来たのに残念です。でも府中にはここ以外にもあるんです。それは競艇です。競艇は平日に開催しています。なんて素晴らしいセーフティーネット。しかも競馬場から比較的近いところにあるんです。こちらは競艇場前駅です。同駅の次の駅はこれまさ駅で、そこは終着駅となっています。この路線を使う人の大半はギャンブラーなんでしょうね。私も今日は競艇のためにここに訪れました。果たして人生初の競艇はどれくらいの成績を残せるでしょうか。ボートレース場の前の道は競艇場通り。もう府中刑務所の前は刑務所通りにすべきです。こちらの競艇場、ボートレース玉川です。競馬場はディズニーリゾートっぽい雰囲気ですが、ボートレース玉川は花屋敷っぽい雰囲気。競艇場の運営は日本財団です。日本財団って怪しい団体のように思えますが、宗教団体とかそういうのではなく、政治家の笹川良一氏によって設立された公益財団法人です。良一氏の座右の銘は、世界一家、人類兄弟です。なんか統一感があって怪しい。まあいろいろと怪しい雰囲気はあるし、ここは賭博場です。怪しくて何が悪い。このように怪しさはありますが、協定の収益の一部が社会福祉に役立てられているそうです。それでも日本財団の資産は3000億ほどあり、日本最大で儲かってる公益財団法人のようです。日本財団はこの競艇場にいる人から 25% ほど巻き上げてるそうです。でも本日私は日本財団から逆に巻き上げるためにここに来ました。本日は昨年末 JRA に寄付した分を回収したいと思います。入場後、こちらを入手しました。施設内の撮影は禁止されています。実際のところはスマホで撮影していたとしても咎められることはありません。
でもネット上に撮影したものを載せる以上、手続きは踏みました。なんか怒られそうな場所で手続きをします。手続きといっても氏名、住所、連絡先を記入し、禁止事項を読むだけ。身分証の確認もありません。おそらくこの手続きを必要としている理由は、撮影時のトラブルを避けるためなんでしょう。協定上にはどちらかというと、一般社会とは少し離れた人がいます。写真には写せない美しさがある人がここにいるんです。そんな人を撮影したらトラブルとなるでしょう。万が一トラブルとなった際に、協定上側がリスク回避ができるようにするため、書面で残しているのでしょう。施設管理者として知りませんでした、では通りませんからね。これだけ徹底してるってことは、過去にトラブルがあったのでしょう。ここは賭場です。勝負に勝って心穏やかな人もいれば、勝負に負けて明日の生きる道を見失った人もいるわけです。でもこの腕章があれば、問題なく撮影ができます。第1レースまで1時間ほどあります。とりあえず勝負前に勝負飯を食べましょう。こちら、施設内にある定食屋です。今年の4月にリニューアルオープンしたそうです。個人的にはもつ煮込み定食、カレーとラーメンもいいですが、ボートレース玉川名物、牛すいにしました。もつ煮、牛すじ、串もつ、鳥羽には牛のホルモンを扱う店が必ずあります。当初はくず肉を安く提供するってことでこの手の料理ができたのでしょうが、最近はホルモンの方が高くなってる気がします。こちらが牛すいです。あっさりめの出汁にご飯が入っていて、牛の筋っぽいやつが乗ってます。調べたところ牛テールなんだそう。大阪の肉吸いっぽいけど肉じゃないやつ。これいいですね。協定場によって名物料理が違うようなので、各地の協定場を回るのもありでしょう。牛すい以外にもカチカレーなど玉川協定場名物の料理があるようです。さて、第1レースにかける前に協定について簡単におさらいします。レースは競馬と一緒で順位を争う競技です。協定は出走数が6艇と固定されています。つまり1着になるのは1/6。サイコロの出目と変わりありません。かけ方は単勝、複勝、連単、2連複、3連単、3連複、5連複があり、これに関しては競馬とあまり変わりありません。競馬と大きく違うのは、1号艇が一番強いってこと。協定はオーバルコースを3周して順位を競います。内側にいる方が距離は短くなり、距離が短くなれば1位になる確率は高いのです。ボートレース場によって差異はありますが、1号艇が1着になる確率は 55% ほどなんだとか。1号艇から6号艇。どこになるかは抽選のようです。そのためベテランが6号艇になることもあれば、逆に1号艇になることもあります。ベテランが1号艇なら鉄板レースなんでしょう。1号艇が新人で3号艇がベテラン選手だった場合、予想が難しくなります。これが協定の面白いところなんでしょう。勝率が 55% なので、1号艇にかけ続ければ良いのですが、当然1号艇の倍率は低く単勝で 1.5 倍前後。ずっと単勝で1号艇だけを買い続けても、日本財団に 25% 分を持ってかれるだけです。つまり単勝ではなく複勝か連単が良さそうです。競馬よりも出走数が少ないので分かりやすい。でも実力や運が絡み合い予想がしづらい。1号艇の勝率が高いってのも悩まされるポイント。これが協定の面白さなんだと思います。ってことでこちらを購入。1号艇と4号艇の連単です。協定選手には階級があるのですが、2人は A2。他の選手は B1 と B2 です。4号艇の選手は東京生まれなので、玉川の波に慣れてる、はず。しかも勝率が 6.58 倍と高めなんです。まあオッズもだいぶ低いです。要はお気に入っただけです。私は今回が協定初戦ですからね。
所詮は白星を挙げたいじゃないですか。多分この買い方に間違いはないはずです。1号艇は勝率が高いし1位になる可能性がある。4号艇の人は勝率が高い。これを買うのが正しいはずです。こちらは敷地内にある神社です。競艇場にあるお稲荷さんです。神事は尽くしました。あとは天命を待つのみです。こちらは競艇場の2階です。平日の昼間、ここにいるのは比較的社会から逸脱した人です。私含め。売店でビールが買えますが700円ほどします。700円あればその分船券を買います。ちなみに施設内は酒の持ち込みは禁止のようです。入り口に禁止事項の張り紙がありました。酒酔いトラブルを避けるためだと思ってましたが、どうやら施設収益のためのようですね。まあ酒持ち込み OK にすると安酒持ち込む酔っ払いだらけとなるのでしょう。ここは鳥羽だし殺伐とした雰囲気がありますが、目の前は湖で開放的です。入場料は100円なんで、公園と思って立ち寄るのも良い場所です。競馬場よりもこじんまりしていて私は好きです。まあ品のない人もいます。こんな看板はめったに見ません。かつては唾を吐く人が多くいたのでしょう。ちなみに中国人はごく普通に唾を吐くので、競艇場はしんどそうですね。競艇場いかがだったでしょうか。気分転換にこういうところに遊びに来るのも良いんじゃないでしょうか。下手な公園に遊びに行くよりも過ごしやすいです。大自然の中のんびり過ごすのも良いもんです。お腹が空いたら美味しいご飯もあるし、昼からビールを飲んでも罪悪感がありません。100円で入場できるのもポイントだし、平日の日中はそこまで混雑していません。まあ私の場合は入場料が1万100円でしたが、協定に負けたのではなく、私は日本財団に募金をしたのです。 25% なんてそんなみみっちいことはしません。 100% 募金してやりました。これも世のため人のため、私の1万円が誰かの役に立つことを願います。っていうか、なんで競艇場内に ATM ないの。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。